子供部屋のアリスは1890年にマクミラン社から刊行されたルイス・キャロルの著作。キャロルの児童小説、不思議の国のアリスをキャロル自身が0歳から5歳の幼児向けに短く翻案したもので、不思議の国のアリスの特徴である言葉遊びやパロディなどを抑え、子供に語りかけるような優しい文体で書き直されている。 原著に使われたジョン・テニエルの白黒の差し絵から20の場面を選び、テニエル自身が子供に見やすいよう絵を拡大して、彩色を施し、中には描き下ろしたものも含む。ただし、表紙絵は、テニエルではなく、キャロルの友人のイーガートルード・トムソンが手掛けた。キャロルが、マクミラン社に、幼児向けのアリスの企画を持ちかけたのは1881年で、あり。 1889年に印刷されるものの、すり上がった色が派手すぎるとして、出版を止めさせている。印刷に失敗したこの版は、現著、不思議の国のアリスの時と同じく、アメリカに輸出された。キャロルが認めた色上司の版は、アリスシリーズ発刊から実に、四半世紀を経た1890年に売り出される。印刷は、腕の良さで評判のエドマンド・エヴァンスに依頼し、 この作品で、アリスの姿が初めてカラーで読者に紹介された。この本でキャロルは、青いワンピースに、真っ白なエプロン姿ではなく、アリスに黄色いワンピースを着せて、青い縁取りのある白いエプロンを重ね青い長靴下を履かせた。同年、著者が発案した、切手入れにもその姿をすらせて製品化する。キャロルは単に物語の語数を減らし、内容を、 幼児向けに優しくするだけではなく、まるで子供に本を読んで聞かせながらページの差し絵を指して尋ねるように、物語の途中で著者から読者に質問が発せられる。例えば体が大きくなった、アリスの差し絵の後に、子猫より小さくなるのと天井に頭をぶつけるほど背が伸びるのと、あなたはどちらが良いかと問いかける。また、ダッシュという子犬には、 元の小説にない逸話を六章に加筆したり、チェシャネコが登場する九章の挿絵に小さく描かれた、キツネの手袋という花の名前について説明したりする。ありがとうございます。